はい、FK です。ニヒロ機構の探索を続行いたしましょう。赤の宝物庫、扉の先から強い陽気を感じる。中に入りますか。はい、何もいないが、赤のキーラ手に入れた。何もいないよな。おお、ベリスか。またレイ。我は地獄の公爵、堕天使ベリスである。下賤な輩め、そのキーラーを置いて消え失せるがいい。いいえ。そうか。ならば我が鉄槽に串刺され、鮮血にまみれる汝の姿を堪能させてもらおう。やっぱり熱いところを持ってるんだよな、悪魔っていうのは。あ、ちょっと待て。サキュバスがいるじゃねえか。ちょっと待って。テトラザかけておこう。無度されたらかなわん。魔法かけた方がいいか。魔法ザマでいいか。まあ、作戦と同じようにやっていきますよ、とりあえずね。一応タルカザかけて、まあいいか。竜巻、食らいやがれ。わ、しぶといな。じゃあね、マハラギオン。あー、しまった。火炎吸収か。ただこっちも火炎吸収がいるぜ。端から12か。よし。マハラギオンはダメだな。なんで、次の合わせて、マハザンマ。で、スライムは次に回そう。で、まあ、いいか。攻撃だ。食らいやがれ。マハラギ。まあ、大したことはないと言いつつも、サラスバティが、火炎弱点なんですよね、確かね。なんで、マハザンマかけて、で、スライムで回復だな。あれ、微妙な回復量か。まあ、いいか。うわぁ、地獄の効果。うおぉ、サラスバティやばい。てか、スライムが、スライムのおかげでここで何とかやってるな。スライムの弱点が克服したおかげで。よし、倒した。スライム役に立ってますね、この戦闘では。しかも経験値続けただけ。回復しておかねば。魔石。MP がやばいな。チャクラドロップ使っておくか。一個ずつでいいだろう。なんか開けてない扉がいっぱいありますね。じゃあ、端から順に開けていきますよ。あ、そうか。これが飛び、あれか。ターミナルか。なんかまあ、今更な感があるけど。あ、そうか。ボスの手前だからこれがあったのね。倒した後にセーブってのもな。まあ、あれだが。で、キーラが手に入ったんだから別に開けなくてもいいのかな、この奥って。もしかして。まあ、いいか。一分けておきますよ。何があるかはわからないけれども。まあ、一応です。ひょっとしたら、カットとか、カットはしないかな。早送りとかはなるかもしれないですけど。あ、やっぱり何かある。これで終わりにしましょう。結構面倒だな、こいつら。いいっすか。じゃあ、一応、テトラジャかけておこう。サラスバーティーはマハザンマか、やっぱり。サラスバーティーの MP を、少し温存した方がいいかな。もうめんどくさい。くらえ。ハラギオン。あ、しまった。火炎吸収か。真ん中だな。
ああ、クロス状態になった。マハラギはまだね。じゃあ、マカカザかけて、ハザーマンしかやるしかないな。ルフィ温存しておきたかったが。おー、だけど、もともとブロックなんですよ、こいつはね。自殺無効なんで。おー、レベルアップした。プシュール、シュール。体から何かを取り出した。エメラルド。何持ってるんだ、お前、体の中に。待って待って。ディスクローズかけて、これでいいか。ん？行き止まりか。あっち来しよう。来なきゃよかった。あんだよ。じゃあこれか。赤霊の羽。まあ、宝箱しかなかったか。じゃあ上の方に戻るって感じですかね。早送りかな。ここですね。このまままっすぐ行って、どっちだ？こっち動かしてみるか、とりあえず。あー、なんだこれじゃないのかな。ああ、この連中めんどくせえな。じゃあ。じゃあ、マカカ、じゃあ、メギドラでいきますか。よし、一掃した。さてさて、ちょっと待って、マップ出るな。これ合ってるのかな？この下に行きたいわけだから、なんか間違ったかな。あ、なんかすげえ間違ってる気がする。ちょっと待って、ちょっと待って、やり直そう。でだ。で、この右、これだな。これ動かしたよな。こいつを戻しておいて、なんか間違ったっぽいような気がする。で、あの左上のやつね。これでいいだろう。そうだよ、そうだよ。だって一回行ったんだもんな。なんか無駄なことやってしまった。よーし、これで下に行けると。わー、長い。すげー長い、これ。お、なんだ。おっと。ここから先は進ませない。これでどうだ。うわ、キモいこいつ。なに？悪魔にスイッチを操作された。舐めたまでしやがって。マップを見ながらやればいいんじゃないですか？この上はいけないみたいだから、ここに回り道していけば、上の方に行けるな。で、これで動かせばいいんじゃないかな。うわ、威力高えな、やっぱり。おー、ナイスだ。食らいやがれ。あ、しまった。火炎吸収だったか忘れてた。
おお、こっちも吸収だぜ。で、火炎吸収なんで、マッカシャかけての。で、マハザンマ、くらえ。HP 回復しておくか。これか。こいつさっき操作されたやつだな。もっとマップ見ておきたかったけど。なるほどね。下の方だな。で、こっちか。ここで分かれ道なんだよな。どっちだろう。お、なんだ。おっと、またか。おお。おいおいおい。ちょっと待て、ちょっと待て。ってことは上か。階段があるか。この階段行けってことか。ちょっとこの下を最初に見ておきましょう。あ、ここは狭いな。何がある？お？なんだ？悪魔。あ、上のフロア3つのスイッチを全て青にすれば宝物庫に行けます。はい。こんなところにまで俗に押し入れられるなって。本当に氷川さんを信じて大丈夫か？やめちまえ、やめちまえ、氷川清なんて。まあ思想的には一番しっかりしてるかな。まあ、マントラ軍と比べてなんですけど。マントラ軍には思想も何もないですからね。まあ思想がないっていうのも一つの思想的な態度ではありますけどね。こっち来て正解だったかな。でだ。あ、なんか上の方行けるな。部屋があるな。だけど、ちょっとこっち行った方がいいんじゃないかなって気がしますね。なんとなく。なんだっけ、さっきのスイッチを動かして、行けたところが、左の方なんで、なんかあるような気がします。なんで、最初に行っておきます。うまくいけばショートカットできるんじゃないかな。と思いますよ。なんとなくですけど。この上ですね。宝箱か。魔石3個。とはいえ、そろそろ時間なんですよね。じゃあ、とりあえずこの連中を始末して。いいか。ネギドラ使っちゃうか。まあ、時間もないことだし。で、あー、敵うぜー。おー、しかも視線で取られた。じゃあまたメギトラだな。じゃあこいつを倒して終わりにしましょう。今回はおい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 、切らせない気かよ。食らいやがれ。はい。あ、レベル上がったか。おお、時間がやばい。はい、というわけで、今回はここで、切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。